ちゃ、こんにちは、日高さん。はい、はい、交流戦もどんどん進み、はい、残すはあと6戦ということになりましたが、まあそうだね、はい、まあ、あと2カードということでね、うん、交流戦終わり、ね、まあ、108試合やるんだって、はい、全部でなんかあっという間だな、あっという間ですね、本当にな、うん、まあ楽しい交流戦なんだけどさ、うん、ちょっとずつなんかちょっと開きが出てきてんな、開きが出たりこういろいろなところでチームの出来に差ができてきたり、うん、まあまあそれはあるね、うん、それはある、ね、はい、というところで、はい、ちょっと交流戦を振り返ります。はい、はい、ということで、はい、今回の3連戦は、まあ、赤枠が勝ち越しのチーム、ヤクルト、巨人、阪神、DeNA、中日、セリーグが5チームとオリックス、パ、うん、リーグが勝ち越しということで、ね、広島だけがねちょっといかんね。そうですね、うん、まあ、あのヤクルトとオリックスが3連勝、あ、阪神もですね、そうそう3連勝、あと巨人、DeNA、中日が2勝ということで、はい、ね、でした。ということで、はい、ヤクルト西武、うん、ね、ヤクルト絶好調、はい、もう初戦なんかさ、小川が8回まで0に抑えて、うん、1対0で勝つという、はい、ね、その1点は小川のホームランという、なんとなんかもう1人ワンマンな試合ですね。いやいや本当に、でも相手が高橋光成でね、うん、エース同士の投げ合いという風になったんだけどもさ、はい、一本も譲らず、うん、まあ、高橋光成にしてみればすごく第一発だったと思うけどね、唯一の、まあだけど気は抜いてないと思うけどさ、うん、やっぱりピッチャーに投げてたことがない、うん、あんまり対戦したことがない、うん、まあそういうところで多少ちょっと加減があったかなというようなね、逆にそういう意識がないのではないんですか、こうパリーグの投手だと切れ目がない打線に投げてるから、うんうん、まあでもさ、うん、ピッチャーを相手に投げるっていうのがさ、やっぱ当てちゃいけないとかさ、あ、そういろんな要素が頭にあると思うんだよね、うん、でフォアボールも出しちゃいけないとかさ、うん、まあ逆に言えばセリーグ の, ピッチャーは打席に慣れてるからね、うん、そうですね、そういう意味ではそういう差が出た、うん、3連戦だったけども、まあヤクルトの方は、まあ、山田が打たなかったら村上が打つみたいな、うん、ね、で村上が避けられるとオスナーが打つとかさ、まあいろいろやっぱこう長岡が良かったりだとかさ、うん、もう絶好調だよね。だからもう本当に切れ目がない、そういうなんていうの打線になってきてるけどさ、はい、でまあピッチャーも、うん、まあ清水だ、田口だ、はい、マクガフだ、うん、もうそんやっぱぴっしり抑えるわ、だからすごく、まあ、今いい状態にあるよね、はい、まあ、このままいけば優勝してしまうとね、交流戦ね、交流戦ですね、はい、で西武の方はさ、うん、接戦はしてるんだよ、はい、接戦はしてるんだけどどうしても気になるのが、まあ、エラーがね、うん、直結して失点につながるというケースがあるんだけどもさ、うん、まあ、昨日でも、はい、まあ、オスナーが打ったあたりを弾いて、うん、まあ、ワンヒットワンエラーになって、はい、ノーアウトセカンドになる、まあ、それから送りバントで送られて長岡が打ち、うん、それが決勝点になると、だからまあついてるっちゃついてるんだけど、うん、でも西武はちょっとミスが、うん、すぐ失点につながる直結するケースが多いね、うんうん、だからすごくいい試合はしてるんだけどもったいない、うん、だから自滅ね、このミスがなくならないと、うん、まあ、山川が打ったんだけどホームランとかね、はい、ドスコイやったんだけど神宮で、はい、だからこれが生きてこないね、うん、まあ、ミスはあってもそれがこう失点とかに直接結びついてしまうというのがちょっとまずいところですかね。まずいね。で山川の不敗神話、はい、山川が打つと勝つというようなね、うん、そういう神話も崩れたという、まあ、それだけヤクルトが強いということだよね、うん、はい、続きまして巨人対ロッテ、はい、ね、巨人は攻略、はい、この3連戦の一番の最大の難関は、そうだね、はい、それはもう佐々木朗希、ね、はい、初戦に、投げてきたけども、やっぱ相性ってあるね、これはね、岡本がオープン戦で満塁ホームラン打ってるんだよね、佐々木朗希からね、はい、でもこの試合でも、ホームランを打つというフォークをね、はい、で足も使って松川を揺さぶり、まあ、佐々木も揺さぶりということで、まあ、非常にやっぱ原監督の目指してる野球がこう集約されたゲームになったよね、うん、初戦はね、はい、うん、で、まあ、ロッテの方も一勝するんだけどもさ、はい、なんかうっぷんばらしで、うん、ね、マーティン、レアードがそれぞれ2本ずつ打ったりだとか、う
非常にやっぱ打線が活発だと勝つよね、うん、ピッチャーがそこそこいいだけに、だそれだけにちょっともったいない、佐々木朗希の一敗だったんだけど、はい、まあ、佐々木朗希っていうのはやっぱ3連戦の頭に来る、頭を取ってくれたら2勝1敗で乗り切れるっていうような、まあ、田口監督が計算をしてると思うけども、まあ、だけど佐々木朗希がやられると、まあ、3連敗もあるよっていうような、まあ、危険度が含むよね、はい、で課題ね、はい、この何の課題かっていうと、うん、もうロッテのチームの課題でもある佐々木朗希を勝たすためにじゃあどうするかということだよね。で千葉マリン、マリンではすごく高騰してるんだよ、はい、佐々木朗希は。でも他の球場行くとあまり高騰には結びついてないんだよね、うん、まあ勝つ試合もあるけどもさ、はい、もちろん、はい、いやだけどそのマリンで投げるよりも、うん、やっぱりちょっとポテンシャルが落ちるという、これはなぜかというと風の影響があるね。だからフォークも岡本に打たれたんだけども、はい、あのフォークもあんまり落ちてない、うんうん、でも千葉マリンだと落ちるんだよ、うん、やっぱこれは風の影響だとかそういうものが左右してる、うんうん、だからこれからの課題っていうのは本拠地じゃないところで投げるときに、はい、やっぱりいかに考えて投げるか、うん、やっぱりね投球パターンも覚えられてきてる。まっすぐフォーク、他の球種はほとんど使わないという、うん、だからこの2種類だけではやっぱフォークが決まらないとなかなかやっぱこう160キロ投げても、うん、やっぱさすがだねプロのバッター対応してくるね、うん、そうするとやっぱりこうキャッチャーの組み立てというか、うん、そのバッテリー間での、まあ、佐々木朗希投手のだけの課題というよりは、うん、もうそういったバッテリーの課題であったりっていうことでもあるよね。だからまあチームの課題でもあるんだよね、うん、それがね。でまあ巨人の方はあの増田陸、はい、おいいね、うん、佐々木朗希からも打ったし、はいね、2戦目も打ったし、ね、みたいな、はい、だから非常に巨人の中で、うん、ファーストでレギュラー候補っていうのは、うん、まあ、中田翔、うん、中島、増田陸、まあ、この3人で争ってるんだけど、はい、まあ、当面増田陸でいけるなっていう、やっぱねしっかり形を持ってる、うん、スタイルっていうことですか、スタイル、はい、バッティングのね、はい、でなかなか崩されない、うん、これなぜかというとやっぱり右にしっかり強い打球が打てるから、うん、ボールを引きつけられるという、これが彼の強み、うん、なんか非常に巨人にとっては頼もしい選手が出てきたね、はい、まあ戸郷、メルセデス、はい、ね、非常にいいピッチングもしたし、まあ、戸郷なんかは佐々木朗希と投げられるのに、はい、まあ、菅野から前日プレッシャーがかけられてたよね。そうですね、ヒーローインタビューで、ね、菅野投手が次の日はね戸郷投手が佐々木朗希投手と投げ合って勝つというようなことを言ってましたよね、うん、だからまあ有言実行というようなね、はい、まあ、佐々木朗希をこう攻略できたんで少し波に乗れたよね、うん、はい、次阪神、はい、日本ハム、はい、ね、阪神大山さん、はい、おめでとうございます。前回は ね、大山って言って選手の名前が書いて様がつきました、うん、大山が打ったら勝てる、はい、もうその通りになってるから、はい、このカード4本のホームラン、うん、それもいいところでバンバン打った、うん、ね、大山が打つと勝つ、はい、ね、阪神の野球も変わってきた、うん、ね、長打もありながら足も使えるようになった、うんうん、まあ、春先も使ってたんだけど、はい、一時期止まっててね足が、うんうん、でもここのとこやっぱまた足が使えるようになってきてる、はい、ということはやっぱもうなんていうの、甲子園っていうのはなかなか長打の出にくい、うん、大山が打ってくれたけどね、うん、だけどやっぱそうやって足を使って得点圏に行ってタイムリーという、うん、まあ、そういうこともできだしたから、やっぱ阪神良くなる良くなるって言ってたよね、うん、もうさらに良くなってきてる、はい、ね、非常にこのままの状態が続けばいいなっていう、まあ、ピッチャーもね、うん、やっぱこう安定もしてるね、うん、だから、まあ、ガンケルなんかも3本打っちゃったりとかさ、ね、ヒーローインタビューで、ね、はい、いや私のバッティングは次から期待しないでくださいとか言ってたけどもさ、はい、ね、非常にいいところでも打ったしね、うん、だから非常にチーム状態、チームの雰囲気、うん、まあ、そういうものもすごく良くなってるし、うん、まあ、甲子園がいっぱいになって、まあ、中でプレーができる、はい、味方を得たような、うん、そんな感じがしたね、うん、阪神ファンの方はね、お待たせしました、大山様が打ちました、ね、はい、はい、で日本ハム、はい、エンタメ、エンタメ、うん、これは、うん、
なんかまあビッグボスらしく、うん、甲子園で活躍した選手、はい、甲子園でスターになった選手を優先的に使ったよね、はい、うん、そうでしたね。吉田輝星とかさ、はい、中継ぎでずっと投げてたのが、うん、まあ、3戦目に先発させてみたいなね、はい、まあ、大山様に打たれたけど、まあ、だけど甲子園のファンはすごく楽しめたんじゃないかなって。で初戦がもったいなかったね、うん、初戦がひっくり返されてさ、はい、まあ、なんか勝ちゲームだなと思ったんだけど、まあ、ちょっとひっくり返されて、はい、ただねビッグボスね、ピッチャーの交代がちょっと遅すぎるな、ダメだと思ったら、はい、すぐ変えた方がいいと思う、うん、なんかズルズルいっちゃうというかさ、それが傷口を深くして、うん、次のピッチャーも苦しくなるというね。なるほど。そういうなんかそういうパターンをこう引っ張っちゃってるっていうようなね、うん、そんな感じがするし、うん、だけどよく初戦なんかひっくり返して、まあ、3連勝をものにしたよね、はい、うん、でもエンタメすごく、はい、楽しめましたね、やっぱプロ野球だし、はい、ね、楽しませ方、はい、まあ、甲子園のファンは本当に喜んだと思うしね、うん、なんか見たいなって思う演出っていうか、そうだね、がありますよね、はいはいはい、次 DeNA 対楽天、はい、期待してます、うん、ね、本当は3連勝だった山崎康晃が浅村に逆転ツーラン打たれなければ、ければだけどね、うん、まあ、だけどそこまでもうチームは状態はよく来だしてるっていうことだよね、はい、でもやっぱりこう初戦大貫が本当に安定して勝ってくれて、うん、まあ、2戦目は6勝12敗なんだよ、うんうん、1戦目の成績っていうのは12勝6敗なのよ。初戦を取る率が高いんだけど、うん、2戦目に負ける率が、うん、6勝12敗なわけ、うん、で日曜日に全然勝ってないという、まだ1勝もしてないという、これはなんでですかね、なんでだろうね。だからデーゲームに弱いのかもわからないけどもね、うん、それを取り払拭しようとしたんだけどね、うん、まあだけど、まあ、例えば佐野が良かったりだとか宮崎が良かったり、まあ、牧がすごい安定してたりだとかさ、うん、まあ、森が帰ってきた、太田が帰ってきたとかさ、いろいろなこう選手も揃ってきてるし、はい、状態も上げてきてるから、うん、まあ次に期待だね、うん、まあ、次につながるというような、そうそう、次につながる戦い方はしてくれてる、うんうん、はい、で三浦大輔も、うん、3戦目に負けた時にね、ファンの皆さんどうもすいませんでしたって謝ってたけど、うん、まあ謝らないようにね、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思うよね、うん、はい、で楽天の方は見極め、はい、うん、というのはというのはね、やっぱり西川が一番に入ってすごく機能してたんだよね、はい、これまで、うん、でもね7試合か8試合ノーヒットなんだよ、はい、その選手はまだ使い続けるという、うんうん、でもそういう選手に例えばバントさせてもいいんじゃないかというチャンスを広げるためにね、はい、でも全部強行なわけよ、うん、で強行で打てないとさ、どん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 選手っていうのは沈んでいくし、はい、でもそこでバントして次の人がタイムリーヒットを打ってくれたら、そのバントっていうのが貢献度に丸がつくんだよね、はい、あ、送ってくれたということで、うん、だそういう仕事をさせてあげたい方が、うん、やっぱ俺はいいと思ったんだよね、はい、でそういう見極めっていうのもちょっとね、どうなのかな、まあピッチャーの監督だけにバントをやってね、うん、そういうことよりもちゃんと打って結果を出しさせてやった方がトンネルを抜けるんじゃないかと思うだろうけども、うん、やっぱ野手としたらさ、やっぱバントでもいいから貢献をして、うん、なんか気分を変えたいんだよね、うん、そのバントで繋いだことが勝ちに繋がったとかさ、うん、まあ、そういうことをこう考えてほしいなということと、うん、やっぱ早川が、ね、はい、投げてて尻上がり状態が上がってきてるのに、うん、なんか味方のミスで、はい、早川悪くも何にもないのに、うん、もう変えられたというさあれは何だったんですかね。あれはまあ西口というピッチャーもものすごい信頼度が高いと思うんだよね、はい、でああいうところのミスがあった時にやっぱ失点するのを嫌がったんだろうね。だけどさ、早川が悪いわけでは全くないわけだから、はい、あのまま俺は続投させててほしかったわけよ。そのままでも、うん、なんていうのかな、ちゃんと切り抜けれそうな調子、そうそうそう、に切ってたような、そうそうそう、ただあれですか、なんか流れが変わるのが怖かったとかそういうので切ったとか、そういうことなんですかね。まあそうだよね、まあ例えばミスで、うん、変に力むとかさ、うん、そういうことがあったら困るなっていうふうに石井監督が考えたと思うんだけどさ、はい、でも早川のピッチングのスタイルだったら、うん、まあ下位打線に入っていったしね、はい、あのままでも良かったんじゃないかなっていう、うん、あのまま降りたらもう勝ち投手の権利も何もなくなるわけだから、うん、だからそういう見極めもちょっとしてほしいなという、なんとも言えない表情をして
いたのが印象的ですよね、そうだね、早川投手。だけどこの1勝っていうのは浅村を4番に使い、はい、うん、4番を打ってた島内をベンチに置き、うん、西川を外したというね、はい、でちょっと変えてきたよね、はい、だからそういう見極めも少しまあなんかこう模索してたものがまあ、しっかり見え始めてきたかなっていう、うん、だからこれからやっぱりちょっと見極めをしていった方がチームのためになるかなっていうふうには思うね、うんうん、続いて中日ソフトバンク、はい、ね、戦略、はい、中日の方はねやっぱこう指示が徹底されてるね、うん、このピッチャーに対しては右方向に全員狙おうよとか、うん、このピッチャーは引っ張ってもいいけど強く叩こうよとか、うん、なんかねそういうことがね打線の中で見え始めてるんだ、うん、すごく。でこれはねあの点を取れない、うん、中日って言われてたけども、はい、最近取ってるからね、うん、うん、で連続タイムリー昨年までは、はい、このタイムリーチャンスは作るけどタイムリーが出なかった、うん、でも指示が徹底されることによってそっちに集中できて、うん、非常にいい成果を上げてる。これを継続していけば中日はすごく上がってくるかなって思うよね、うんうん、まあ初戦に千賀にやられてどうなるかなと思ったんだけども、はい、まあだけど粘り強く、うん、また三ツ俣とか溝脇とかさ、うん、ああいうなんか伏兵というかね、うんうん、脇役がすごく粘り強く頑張るよね。だから立浪監督のその使い方、うん、そういうものがみんなを必死にさせてるのかなっていうね、うん、そういうところも見えるし、はい、だから非常にあの中日っていうのはカード的に言えばすごく、うん、嫌な表の各チームの表のローテーションが来る感じだったんだよね、うん、なるほど、うん、だけどそこを2勝1敗2勝1敗とかでさすごくしのぎ切ってるから、うん、すごくいい野球になってきてるよ、はい、でソフトバンク、はい、これ意外なのはさ、うん、今まで策を出した時に、うん、ほとんど成功してたんだよね、はい、なんて言うんだろう、まあ確かに打つのは打つけど、うん、あと1本出ないとかそういうところはあるにしても、はい、でもひとたび作戦を出した時には、うん、みんながそれを集中して遂行するというそういうチームだったんだけど、だけどその柳田が、うん、ノーアウトランナー一塁グラシアルフルカウントになって、まあ、当然ランナーはスタート、はい、グラシアルはストライクだったらヒッティング、うん、ラインエンドヒットの形を取るんだよね、うんうん、だけどグラシアルがど真ん中のボールを見逃すんだよ。で柳田は挟まれてゲッツーという、うん、こういうことっていうのはソフトバンクには起きなかったんだよね今まで俺が記憶している中ではね、はい、なんとかしようとするのがソフトバンクでさ、だけどそういうことが出始めてきてるよね、うんうん、だからなかなかこう塁には出るけど点に絡んでこないという、だからちょっとね心配だなと思う、ああいうことがなかったもん。なんででしょうね。確かにね、うん、100% 成功するっていうことはないにしても、はい、なんかね出たと思ったら必死な姿っていうのはあったんだけどさ、はい、空振りの三振だったらわかるよ、うん、見逃しの三振はね絶対しなかったチームがそういうことになってんだよね、うん、これは調子が悪いいいとかじゃなくてやっぱりこうなんかそういう意外性があるんだよ今年。 よくない方の、うん、今やっぱソフトバンクってやっぱみんなが知るように強い、うん、試合巧者だ、うん、経験値が高いと、うん、まあいろんな形容詞を使われるんだけどもさ、でもソフトバンクにあってそういう逆の意外性が出てきたということが中日戦ではね、だからちょっとここら辺は少し締めておかないと、うん、ちょっと危ないチームが状態に入ってくるかなという感じがした、まあ、3連戦だったよね、うんうん、はい、はい、で広島オリックス、はい、広島この12連敗っていうのは何か分かるの、はい、何でしょうか。オリックス戦に対して12連敗、あらものすごく苦手意識があるんだよやっぱ。これは何でしょうか。やっぱ相性というかさ、うん、まあ例えば巨人がソフトバンクに、あ、はい、ね、ちょっと相性が悪いようにアレルギー反応、そうだよね、はい、だから広島もオリックスに対して、やりにくさを感じてるのか、まあ確かにねオリックスの方は田島、山本、宮城、はい、この3枚が来たらどのチームも苦しいよ、うん、苦しいなりにでもどうやって戦うかって言ったらピッチャーが頑張らなきゃいけないんだけどさ、うん、まあ大瀬良がやられる、うん、森下がやられる、うん、アンダーソンがやられる、うん、まあ、広島も言えば思ってたんだよ ね、うん、だからそこで軽く3連敗をしてしまうっていうあたりがさ、うん、やっぱ相性なのかなっていう、ありますかね。ある、あの他のチームっていうのはね交流戦に入って足をすごく使ってるんだよ、うん、はい、
っぱりいいピッチャーだけに攻略ができない、うん、そうなってきたらやっぱ足を使いたい、うん、だヤクルトも走るし巨人もバンバン走ったしね、はい、阪神は隙あらば行く、 DeNA も森がねノーアウトから走ってチャンスを広げてそれが点になるとかね、そういうことがあったんだけどさ、やっぱ広島ももうちょっと動きが欲しいな、まあそういうランナーが出ないとできないよって言われるかもわからないけども、なんとかしてこう動きを取った方がもう少し点が取れるかなっていうような気がする、うん、でオリックス、はい、オリックスは今さっき言ったこの3枚が、ね、投げたら、うん、やっぱそれは勝ちを計算するよね。だからまんまとこううまくいったんだけど、はい、まあ整う、うん、この整うっていうのは、はい、まあ T 岡田が帰ってきて、はい、吉田が帰ってきてみたいな、うん、そういう主力の選手が帰ってきて、うん、でそれにつれて杉本が良くなった。そうですね、ね、目パチ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 するけどいやだけどそのねこう帰ってきてる、はい、だから杉本も楽になってきてるし、うん、で T 岡田が全く3打席ダメだったのに、うん、4打席目に仕事してくれるとかさ、はい、肝心なところでいい働きがありましたね。そうだね、まあ吉田の状態っていうのはまだまだだけど、うん、やっぱ存在だよね。やっぱそばにいてくれる、杉本のそばに、はい、T 岡田がそばにいてくれる、うん、まあそういうことで精神的な支柱を得た、うん、整うチームが、はい、ね、これからやっぱオリックスっていうのはこうちょっと上ってくるかなっていうような、うん、それと昨年交流戦で働いた、うん、福田、宗、はい、まあ、杉本ね、まあ、こういうあたりがまあちょっとずつ状態も上がってきてるしさ、うんうん、まあ、これからオリックスはちょっと面白くなるかなっていうふうに、まあ、見てます、はいはい、やっぱりオリックスは交流戦きっかけで上昇してくる、そうだね、傾向があるんでしょうか。そうだね、うん、まあ、だけどもっと頑張らないと、うん、ちょうど他も、まあ他あんまりあれか、頑張ってないか、頑張れないかいや、まあこのカードは特に、まあこのカードはそうだね、そうでしたけど、まあだけどね、はい、じゃあちょっと結果いいよ、はい、はい、今のところの勝敗というか勝ちの数がセリーグ39勝、はい、パリーグ33勝、はい、ちょっと開いてきましたかね。そう、ニャンとね、39勝、33敗、はい、ね、この要因は、うん、パリーグのチーム打率がね、すごく始まる前に言ったんだけど、はい、まあ、軒並み、あのソフトバンク以外軒並みは悪いんだよね、うん、だからセリーグのバッターたち、ランナーたちの方がやっぱり躍動できてるね、うん、やっぱセリーグの方がよく打つ、うんうん、投手力がどうのこうのっていうところもあるんでしょうけど、まあセリーグの打撃が一つ上かなというところですか。上とやっぱね走る、はい、なるほど、うん、走らせるということはもう攻撃力がセリーグの方がちょっと一つ上なのかなっていうところですか、と戦略を用いるね、うんうん、セリーグの方が、これなぜかというとやっぱね DH を採用してないだけに、うん、やっぱりピッチャーの交代だとか、うんうん、そういうことも考えながら、うん、ピッチャーを下ろしてそこに野手入れてね、ボンタしてたやつにピッチャー入れるとかさ、うんうんうん、そういうね戦術がやっぱセリーグの方がまだできてる、パリーグよりは、うんうんうん、パリーグの監督ってやっぱりピッチャー9番に入れたとしたらそこしかピッチャーを入れないというか、うんうんうん、そこしか変えないというかさ、まあちょっと動きがあってもいいかもね、パリーグの方がね、なるほど、うん、だから打てないからさ、ランナー出ないから、うんうんうん、なかなかそういう戦術は取れないのかもわからないけど、またそのね、ホームがセリーグの場合と、うん、パリーグの場合でもまたそこも違ってきたりしますから、ね、うん、また難しいところですか、うん、まあそれもあるんだけど、うん、でもセリーグの監督っていうのはそういう DH を使いながらでもちょっと動かしたりとかいろいろするよね、うん、だからまあそこら辺あと6試合ね、あとどうなっていくか、どうなるんでしょうね、うん、まあ楽しみですね、はい、はい。